多分やると思うよ。それだけ見に行くのもアホらしいよ。12:53 分。
セロペのパーですか。ペッタンのやつ。痛い痛い痛い。すごい痛い。
次の停車駅は横浜です。9時1分の到着予定です。
Thank you.
で酔っ払ってたで、いいやと思って、もう一回そんな中の誰かですか話聞いたら、おでこに酔っ払って、いや、ヘイトマンに考えたのって追い出されたらしいと、テンションパパの声を登場に出て、なんか全部行っちゃったI'm not sure if I'm going to be able to do that.
Thank you.
でもみんなあのイメージが強いじゃないですか。普通の知らない人間は、その知らない人間は。Yeah.
バーって止まる。東京来たら車乗らなかったから、ビジネスまたない。
すいません、できません。だから、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 だから
ました。すいません、すいません、ちょっと影になります。Thank you.
分かったからこそ、じゃあ俺は交渉セットを持ってみようって実践したんだよ。先が見えるんだもん。すごく分かりやすいじゃん、ここ。ちゃんとタイミングばっちりじゃん。ダムクラッカー、ダムクラッカーっていうか、交渉しに行くには向こうも、無限に断る理由は一切ないの。交渉しに行ったら。本当だよ。ここじゃないよ。もっと後ろだよ。一番難しいところだった。だからこそ俺が、あ、このタイミングバッチリじゃん、交渉よって思ってた。Thank you.
こう。Thank you.
しらもよくせます。Thank you.
あの、ワイファイ同期するんだよ。ワイファイだから。そうなると、そうなると瞬間に、あの、ラブプラスが変わるんだよね。そんな通信ができるようになれば、これ俺もすごいしてほしいんですよ。ファイアップとリンクのデータがリンクして、そこでデータをやるときに、これはね、すごく重要だと思う。これができるようになれば、変わるね。Thank you.
Thank you.
Thank you.
じゃもう何あの早くしねえと言われてる。
Thank you.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 